にちは、神戸真由美と三姉妹のサニーの玄関先で届いた宅配便を開けるだけのシリーズでございます。いつもありがとうございます。貴重なお時間をありがとうございます。今日もよくあるものなので、お忙しい方は、お時間の無駄になると思います。すいません。もうなんか最近開けるのが申し訳ないぐらい、もっとねなんか珍しい、皆さんが面白いですわねって言っていただけるようなものをね注文できるといいんですけど、どうしても補助的なものでどうしても冒険ができないんですね。ですからまあちょっと気に入ったものがあると同じものばっかりになっております。はい、本日はもうこれも我が家に欠かせない定番で、はい、なんだっけ炭酸水、今日炭酸水です。はい、明日飲んでも今日炭酸水です。すいません、つまらなくてすいません。あ、デザイン変わってる蔵王のソーダ水なんですけど、雪、冬だからでしょうか、雪かぶってなんか冬バージョンになってます。ほら見て、3人ちゃん、冬はまた違うよ。あ、そうか、うん、そういえばあまりこれ冬は飲まないんですよ。で、なんでかというと、冬はペリエを飲むことが多いんです。同じ炭酸水でも、それであったかくなるとこう強いチュワーってなるような感じで、夏は強い炭酸水で、で寒くなってくるとペリエ、やっぱりペリエのうちは炭酸飲むときにこのままも飲みますけど、ワインを最初一杯目のワインは炭酸水で割ってグビグビ飲むというですね、そういうかシュワーっといこうという感じでやるので、夏なんかは特にこの強い炭酸で、で冬はペリエでと思ってたんですが、冬だからですね、初めてかもしれません。はい、ということで、サンちゃん、炭酸でも飲んでみる？炭酸開けてみようかしら。あ、やばい、振ったから結構シュワーってなるかもよ。サニーちゃん、開けていい？開けてみます。どうでしょうか？シュワーってなるかな？サニーちゃん、じゃあ、炭酸開けるところを見る三姉妹犬です。あ、怖い。あ、怖い。あ、よかったです。ちょっとずつ開けたんで、ほら。ほら、炭酸水。もうブク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 してます。じゃあ、一杯いただきます。あ、強烈です。はい。強烈な、今日炭酸水でした。はい。いやー、今日ちょっとさ、実はですね、ちょっとショックなことがございまして、ここでこうやるとき寒いから、こうダウン着たりとか、なんかモコモコ着たりとかするんで、で、それで、昨日まで多分3日間連続同じ日に撮ったんで、同じ色、中が赤で外が青だったと思うんです。で色変えようかなと思って、私が一番大好きな白いダウンですね、白色が一番好きなので、そのダウンをもう分かりますね、ここまで言うと。そうです、サニーにまた例のごとく左手の内側、ここ前に同じ違う T シャツだけどいつも同じところをかじるというご報告したことがありますが、いつも左手のここ内側だから、無印とかユニクロとかの T シャツの色はいろいろあるんですが、ここ同じところをもう4枚ぐらいやられてます。で、ダウンも時々やられるから、できるだけこう3人がいないところに置いてるんですが、いつどこでなったかわからないんですが、今着ようとしたらここがボロ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 でした。白いの一番気に入ってるやつです。なぜか、しかも気に入ってるもの、同じ T シャツでも同じタオルでも何でもダウンでも気に入ってるものをかじるんです。いつもよく着てるこの赤いのがあるんですが、私赤い服っていうのはあんまり
まあ、着ないというか、それほど好きではなく、白い服が好きなんですが、この赤い服なんか、そのあたりに置いてても何もしないんですよ。もう本当に、ちょっと軽くショックです。まあね、ダウンそこそこのね、お値段いたしますしね。ね、あら、ぼーっとした、寝たふり？寝たふり？サニちゃん、さっきここかじったね。ここかじったね。かじったね、ここね。わかってます。かじったね、ここ。ね。ここかじったでしょ？なんで左手の内側なの、いつも。ペルペルじゃないでしょ？はい、ということでございます。今日はもう一本撮るので、またもう一本同じ服になります。すいません。はい、ということで、サニーちゃん。うん、よしよし、お利口さん。よしよしね。うん、よしよしよし。お利口さん、お利口さん。うん。さっき叱られたね。そしたらまた反省してました。ごめんなさいとか言ってね。反省した？サニーちゃん。反省は？ごめんなさい。はい、ごめんなさい。はい、お利口さん。はい、ということで、あれ反省してない。はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。